Haruya です。これから共鳴の練習を弾きます。共鳴というのは、弾いてない弦も一緒になることです。ぴったりな音で弾くと、弾いてない開放弦も鳴って、少しキラキラした音になります。共鳴を聞きながら9個やります。じゃあ弾きましょう。では、ありがとうございました。